86の外装を見ていきます。まずフロントバンパーからですね、右前からちょっとねちっちゃいですけど飛び石傷がちょこちょここうついてるのが分かりますかね。まあかなりちっちゃいですけどね、そんなのはあります。ただまあ大きく目立つような傷っていうのは、まあここの飛び石傷はちょっと大きいですかね。あとはリップ中央部分も特にこんな感じで大きな傷はないですけど、小さな飛び石傷はあるかなといった感じです。こんな感じですね。まあ、全体的にはね綺麗な状態かなと思います。左前ですね。特に大きな傷は見当たらないですね。でヘッドライトですけども左右とも結構クリアな状態になっております。続いてボンネット、へこみは見当たらないですね。で傷も特に見当たらなくて、まあこういうのは飛び石傷ちょっとタッチアップしたような跡はありますけれども、全体的にはツヤもあってねこんな感じで綺麗な状態になっております。続いて左の側面見ていきます。まずはフロントフェンダーからですね。綺麗ですね、こんな感じです。で、左フロントのホイール、タイヤの溝はですねまだ結構残ってますね。で、ドアミラー綺麗な状態で、助手席側のドアこちらもツヤがあって綺麗ですね。こんな感じで特に大きく目立つような傷というのは見当たらないです。で左ギアのフェンダー周りちょっと飛び石傷が1箇所ありますけども、まあそれぐらいですかね。こんな感じで結構綺麗な状態ですね。で、左リアのホイールです。こんな感じで綺麗ですね。で左側面のへこみですけれども、そうですね、特にへこみは見当たらなそうですね。はい、続いてリアバンパーです。特に気になる傷は見当たらないかな。そうですね、こんな感じで綺麗ですね。で、トランク上面のへこみも特になく、ツヤもあってね、なかなか綺麗ですね。続いて右リアのフェンダー周りですね。こちらも綺麗ですね。こんな感じです。で、右リアのホイール特にガリ傷もなくといった感じですね。で右側のドアこちらも綺麗な状態になっております。サイドステップ周りもこんな感じで綺麗ですね。で右フロントの、フェンダー周りこちらも特に気になるような傷は見当たらないです。で、右フロントのホイールですね、こんな感じで、まあ、こちらもね特に大きく目立つようなガリ傷は見当たらないですね。でドアミラーも綺麗な状態です。でルーフですけども、へこみは特に見当たらないですかね。で、まあ傷もこんな感じで特に見当たらない感じです。はい、以上86の外装でした。